今回は大阪難波駅から一つ桜川駅から歩いて10分ぐらいのところにある暴れ狸の鬼袋306号室にやってきております。こんな感じ、まあ、フロントとかもねすごい漫画喫茶みたいになってて面白いです。外国の人が見たら喜びそうな、ね、カラフルな和傘が置いてあったりとかしております。そしてヤシュタネあったりします。306号室、洗面台こんな感じ、無料のレンタルアメニティとかドリンクバーもあります。こんな感じです。ヘアアイロンとねドライヤー完備しております。そしてお部屋こんな感じです。シンプル。そしてそして漫画がいっぱいあります。こんな感じ。テレビもね音むっちゃいいです。そして天蓋付きのベッドにさらにこんなマッサージチェアもあります。ベッド向こう側には電気マッサージャーもあったりします。そしてね漫画いっぱいあります。ご飯、朝ご飯とかがむっちゃ個人的にはツボです。こんな感じ、すごいこだわりがいっぱい、パン系をしてますね。そして1日5食限定の和食とか洋食とかもあります。こんな感じ、ご飯本当に種類豊富です。メンバーになるとすべてメニュー2品無料ということでね、すごい宿泊でご飯食べて明日の朝ご飯も食べて帰る会員様もいらっしゃるようですよ。すごいリピーターさんいっぱいいます。こんな感じ。